亀打ちですから、はいはい、亀打ち取ればなんてことないと思うんですよね。これランナー溜めて長野のとこ行ったら最悪なんですよ ね、はい、怖いんですよね、はい、まあランナーは1人、まあ、ここはアウトを取ってワンアウト、次がまあ実松のところで、まあ、小笠原が準備してるみたいですけど、そこでまあランナーがたまらずツーアウトになってしまえばね、だからまあ、うん、実松のところで小笠原出してくれればね、左対左です、はい、左対左ですから、はい、多分そのまま行くと思うんですよ、はい、打線は下位に回っています。8番バッターの亀井、グラブに当たってます。あ、投げられません。ショート内野安打。村田は二塁にそのまま、うん、ただこれでヒットで3連打、ランナーも2人、うん、狙いよりやっぱりちょっと中に入ってるんですかね。やっぱり多少なりともバッターが慣れてきて対応しだしてるっていうのもあるんですよね、はい、さあそして